今日は会社のマラソン同好会から53人出場しておりますんで、みんながですね関門通過できるように完走率 100% を目指しております。フルマラソン11回目頑張るぞ。去年の自分を超えたいと思います。決めてください。サブ 3.5 のアスリート枠ゲット目指して頑張ります。頑張って完走したいと思います。応じてください。完走するぞ。おー、今日頑張ります。頑張って完走します。本当に最初で最後のマラソンということで、もう勝てて、もう 100% 出し切れたんで嬉しい思いでいっぱいです。普通に走ってたら後ろがいなくなってたんで、もうこれは行くしかないと思って、もう自分のペースで行きました。
いやもう本当に沿道の人が、まあ、多分僕地元とか全く関係ないんですけどすごい応援してくれて、もう本当楽しく、走れて本当に松山はいいとこだなっていう風に感じました。全然ダメなのでこれからもっと練習してちゃんと勉強してマラソンに対するそれこそ寒さ対策だとかそういうのも勉強しながらやっていこうと思いました。皆さんの沿道の応援がものすごく楽しくて、もう今までで一番走った中で一番楽しい大会になりました。今まで一番寒かった分応援が一番暖かかったです。まあ、完走できることだけを願って走ってました。沿道のみんなとハイタッチしたり、おもてなしいっぱいいただいて、お腹もいっぱいになりました。奈良から来ました。はい、ありがとうございました。楽しかったです。寒かったけどね。で応援いっぱいしてくださるし、なんかちょっと難所ありのコースも楽しいよね。みんなの力のおかげで頑張ることができました。ありがとうございます。自己ベスト更新できました。初めて参加しましたけど楽しい大会でよかったです。また来年も出たいと思います。はい、こんなとこです。はい、ゆっくりお風呂に入ってください。はい、ありがとうございました。